はーいお疲れ様です元光ですす今回のお話なんですけど、また撮り鉄さんがやらかしてるぞーっていうことでね、話題になってるんで、見ていきたいんですけど、まあ、今回、東京メトロの貿易らしいんですけど、そこでね、まあ、この画像、後で動画をお見せしようと思うんですけど、何邪魔してんだお前ーとかって、駅員さんにね、めっちゃ悪いこと言って、最後、去り際にね、二度と金払わねえからなーとかって <laughs>、そんなこと言って逃げたらしいんですよね。やばすぎるよね。まあ、ということで、その件について見ていこうと思います。元光のチャンネル では時事ニュース系のことを終わらせていきまますすのでいいいいねとと思ったら是非チャンネル登録もよろししくお願いしますということでね、まあ、こちらの滝沢原さんの、ね、ツイートなんですけど、秘宝、撮り鉄さん、脚立禁止のホームで脚立を使用して、いや、もう起禁しっていうか、もう普通ダメだよね。うん、で、えー、使用し、駅員から止められる。駅員にてめえどんだけ待ったと思ってんだよと悪態をつき、二度と金払わねえからなと、捨てゼリフを残して去るっていうことで、なんだそれ。二度と 払わねえからなラってどうやってこの駅に入るつもりなんだちょっとわけわかんないんだけど、まあ、とにかくねその一部始終を見ていこうと思いますはいこちらですね、えー、スタートを見ていきますねこちらから、はい、下げてくださいあこの白い文字がねえ員、ー、さんの文字ですね下げてくださいって下げてくださいダメです下げ,下げてください下げてください こうや超、えー、やばいよね脚立路から乗ってね、えー、ホームに乗り出すような勢いでこんなことやってるんですよで、写真撮ろうとしてるんですよね電車ので、ずっとね、駅員さんは最初から下げてくださいって言ってるんですよ下げてくださいダメです下げてください下げてください危ない危ないって言って止めるんですよねで、なんだよって言って鳥鉄さんが言ったりするんですよで下げてくださいなんだめてくださいやめてください どうするんだ。なんだよ知らねえよそんなの。いやいやめちゃくちゃだ。なんだこれ知られよとか。普通に危ないからね。下手したら命に関わる話だから、まあ駅員さんからしてもすごくピリピリするのもわかるんですよ。うんそれで。何だよ。一体。本多待ってる。 ちょっとどんだけ待ったと思ってんだよとかって言ってるんですけど、待ったとか関係ないからね、てか写真撮りたいかったんだったら、そのままあのね脚立乗り出さずに、普通に撮ればよかったんじゃないのかなって、本日は思うんですけど、めっちゃ怒ってんじゃん、なんでお前が悪いんだよ、どう考えても。 二度と金払わないかんなマジでってど,どうやってじゃあ電車あ,あなた取りに来るんだろうねちょっと本当わかんないんだけどもう一回見るねこれちょっとやばい本当に二度と金払わないかんが欲検査警察見ますよ <laughs> なんだその捨て捨て台詞やばいよねで元光この動画見てほんとね駅員さんすげえなーって思ったんですよねまあ多くの人がこの動画見たら賞賛の意見が多いと思うんですけどでこれだけのことをされてるのに迷惑惑行為ねされてるのに終始全部敬語で喋ったりだとかすごいなって。 本当徹底されてるなと思いましたで、まあ、これって本当なんだろうね、えー、命に関わるような話でもあるからもっとやっちゃってもいいと思うんですよやるっていうのがもっと厳しくいやもうあの警察行きますよ。 そこでっていうような話でもいいのに、こうやってね、えー、まあそこまで過度なことをせず、駅員さんも対応してるということなんですよね。で、まあ、昨今ね、いろいろ物騒な事件とかもあるじゃないですか。だからこそ、駅員さんをもっと守るっていう意味では、まあ、制度をもっと、ね、なんだろう、撮影禁止とかにするとかしていかないといけないんじゃないのかなって、モトツは思いましたね。これ、まあ、これの程度ででで済んでるからいいですけど これもしかしたらがあるようなギリギリの範囲だと思いますけどねほんとやばい。 で、なんかブチ入れて、いい加減にしろよ、おめえとか、言ったりだとか、二度と金払わねえからなって、むちゃくちゃなこと言ってるからね。はい。まあ、ということでね、まあ、これがすっごい話題になってるんですよ。まあ、こちゃんね、リツイートといいでさせていただきますね。あ、もともとね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。で、まあ、いろんな人の意見、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、うん、えー、怖い、駅員さんに絡んで暴力が問題になっているけど、これはちょっと、警察呼んでほしい、駅員さんが危ないって、ほんとそうだよね。まあ 誰かが呼ぶかとかでもいいですし、まあ、駅員さんが直接、えー、警察呼んでね、えー、すぐ対処すべきかなと元道は思いましたね。これ結構ギリギリのラインだと思いました。こちらね、いいねさせていただきますね。とか、あと、迷惑すぎる、駅員さんがかわいそうって、本当そうですよね。 駅員、えー、さんがマジでかわいそうだなとでそれに対してもちゃんとね敬語を使ったりして対応してるし何、うん、かあったらじゃあ遅いと思いますけどねこういうのもいいねさせていただきますねとかあともう原則駅構内撮影禁止にしたらいいのになってほんとそうだよね、うん、これで何かあったら、まあ、遅延もしちゃうし。 電車の遅延もしちゃうしあの命に関わったりもするしもうほんと撮影禁止レベルでいいんじゃないのかなとも脚立禁止とかのじゃなくてねえ緊急時や特別な理由以外はその限りではない細かいルール作りが必要だわって、うん、もう徹底する必要があるんじゃねえかっていうふうに言われてますね、まあ、こういう話がね一部の撮り鉄さんはっていう話だったら済むかもしれないんですけどもうそれどころじゃないぐらいめちゃめちゃこういうニュースが上がるわけじゃないですかまた撮り鉄さんがやらかしてるぞとか、うん、もうそろそろ 本当に撮影禁止っていうのも考えた方がいいんじゃないのかなとも思いますよねいいねさせていただきますねとかあと二度と金払わないってたかが数百円じゃんってお前のとこで二度と金払わねえからなーっていう話 本当そうだよね。なんでそんな偉そうぶってんだよって感じが元々はしますけどね。もうむしろ電車ね、こうやって守ってくれてありがとうございますが、普通の考え方だと思うんですけどね。こちらもいいねさせていただきますね。とか、あと、なぜ撮り鉄は駅員に対してこんな態度なんだ電車というコンテンツを提供しているのはあちら側なのに、電車と人に対して敬意がなさすぎるって、本当そうだよね。自分が好きなコンテンツなんでしょ電車って。 写真撮りたいほど。なのに、それを提供してくれてる、うん、準備してくれてる駅員さんに対して、この経緯のなさはやばすぎるよね、ほんと。うん、こちらもいいねさせていただきますね。とか、あと、撮り鉄もほんまはモラわず下がったね。もう撮影禁止が無難かもあって、やっぱこういう意見ほんと多かったっすね。うん、特に駅のホームとかだったら、撮影禁止でもいいんじゃないっていうような意見ありますね。こちらもいいねさせていただきます。とか、あと、このオフと二度と東京メトロ使わないで生きていくつもりなのか頑張れよ <laughs> 確かにそうだね、二度と金払わねえからなーってなったら、あのー、もう乗れないからね、東京メトロ。東京メトロ乗れなかったらかなり不便だと思うんですけど、なんだこのスネセルフって感じですよね。<laughs> 頑張ってあの東京メトロ使わない人生歩んでくれよっていうような、こんな意見とかもありますね、本当そうだよね。<laughs> この一件で東京メトロ使えなくなっちゃうってどういうことだよねマジでこちらいいねさせていただきますねとこちらねえ駅員さん大変だな撮り鉄同士で注意する人とかいないのかなってもうここら辺ですよね うん、あの事情作用というか同じ界隈の人たちでお互いが注意してこういうことはやめましょう世の中に迷惑だからっていうのが必要だと思うんですよ。まあ、そこら辺が全然ないからこれだけ撮り鉄さんのね、えー、迷惑行為っていうのが問題になるんだと思うんですけどこういう人がいると撮り鉄が一括くくりにされて周りの人も立場悪くなると思うんだけどもってそうだから撮り鉄さん他のマットな撮り鉄さんが、えー、その。 写真とか撮りづらい環境になっちゃうからやっぱこういう人たちを撮り鉄さんが本来だったら注意して止めるべきなんじゃないっていうまあ事情作用ですよねその界隈のそういうのができてないとダメだよねねまこちゃんもいいい、ね、させていただきますね。 あと他にもね同じような意見もあったんですけど最近分かったのは撮り鉄だろうとアイドルオタだろうとバイカーだろうと関係なくモラルの低いやつはどこにでもいるってまあそりゃそうなんだよねどんな界隈にもいると思うんですよ元水もうんでそれが表面化するときに問題が起こるのだから同カテゴリーの人はそいつらが表面化しないように弾圧排除することが結局大事なものを守ることにつながるということでまさにね先ほどのお話した事情作用の話ですよねだから他の人たちが ちゃんとその人たちをあの止めとかないと、一般の人たちとか、周りに迷惑かけるようなことをしたりしたら、自分たちが、うん、自分たちの,そのコンテンツごと、あのー、悪く思われるわけだから、えー、行動しづらくなるわけですよね、活動しづらくなる。だから、やっぱ同じ界隈同士で、なんとか止めないといけないんじゃねえのっていう意見がありますね。まあ、これ、本当そうだと思いますけどね。うん、まあ、こちらもいいね。させていただきますね。 そうした同じ界隈での事情作用ができないんであれば、まあ、正直ね、ね、まあ、ちゃんとした撮り鉄さんもいるとは思うんですけど、あのー、本当に撮影禁止っていうのも考えていかないといけないんじゃないのかなと思いますけどね、本光は、はい。とか他には、えー、この駅員さん悪態つく撮り鉄さんを相手にするのすごい怖かっただろうにって本当そうだよね。 マジでこれ何されるか分かんないもんね。お疲れ様ですっていうことなんですけど、本当何もなかったから良かったですけど、まあ、最近本当に物騒なこととか多いんで、何があるか分かんないよ。 暴力行為に発展したりだとか、まあ、武器にもなりそうな三脚を持ってたりする可能性もあるわけじゃないですか。何が起こるか本当に分からないんで、まあ、ここら辺、まあ、駅員さんを守るっていう意味でも、制度づくり、今後していくべきなんじゃないのかなって元三つは思いましたね。こちらもいいねさせていただきます。ということで、今回、また取り立てさんがねあまりにもひどい迷惑行為いしてるぞーっていうようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元三つのチャンネルでは、事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。